さあやっていきましょうか。番長がついの大冒険というわけでね、まずは早速ですが、前回レッドブレザーズやっていきましたので、お手からザックザックブッチからやっていこうかね。相変わらず音声はちょっと音楽とのバランスが微妙に合っていないところで、下手くそ、うつ邪魔で恐縮なんですけれども、まあ、全力でね頑張っていきたいというふうに思いますんで、許してたもれ雨あられ。じゃこっちゃう、ジャポン、ジャポニカ学習長。やっぱ小学生のねもう思いとかね、語っていくのがねいいかもしれないですね。小学生の時のなんか思い出か、なんだろうな、であんまりなかったな。まあまあないわけじゃないけど、あんまりそのもうやっぱりね20年とか前の話だからね、記憶の定かになって、記憶の彼方になってて、定かっておかしいな。記憶定かではない彼方、遠く遥か彼方。君の長い声は、長い声は、うん、あ、もう歌詞も間違ったんでね。はい、歌うのもやめます。出てくれ、ぴょん。よいしょ。ちょっと確実になんか滑ったり、ラジバンダリするから、よいしょと。ウィーフー。いい、くる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 。もうこいつ毎回自己紹介してくんだよな。オッケー。やってくれ、たったったカバちゃん、ここの水を汲み出してあげましょう。この会話スキップできないのかな、そしてこのシーンをスキップできないのかな、毎回毎回なんだよな。レッドフェザーズだけど、ゴールドもやったらなんかあれなのかな。ヘイ、まずは、R。あったあったあった。邪魔。アウィーリー RPD はバイオハウスピTT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 
さあ、あ、赤い羽を100枚まで分けるようにしてやろう。ついでに満タンにも。こいつ、ちょっともうしゃ、残念でした。喋る暇与えねえってやんの、バロメ。あ、本当に、もうチートって、マジチートだよな。ありがたいでやんすよ、本当に。相変わらずのニッパー。てってるてってってってるってる。ふぅー。さあ、戻っていって。で、今日、今回はやらないなよ。残念でしたね。おめえパチクルに。カニカニちゃん。カニカニバッ。どっちから行くのが早いかな。あれか。変わんねえでしょ。あ、ひよいよいよいよ。ホバリング？すごいことね。よいしょ。あひょーピーピーフーあはっ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 終わります。助けてください。助けて助けてどーれっと終わりしてるよね、だいぶね。ってのもさ、自分が喋りながらイヤホン通じてね、自分の耳にこれ入ってきてんすよ。だからね、どんな感じで喋ってるかっていうのがさ、こう自分の声からもさ聞こえてくるし、耳からも聞こえてくるってさ、すげえややこしいんだよな。いい、後ろ向いてます。いずいドゥル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 ドゥ
別に悪気ないんだけどさ、逆にあのあれだよね、あのメガネのレンズが片っぽ入ってて片っぽ入ってないで、あー見にくくて仕方ないよ、おお先真っ暗っつってね、ダメージ食らってくれたらそれで構わないけどさ、うえ、なんかすげえ酔っ払いそうだった今。30のおっさんがさ、もうこんなずーっと無駄に高いテンションで喋ってんのも大変だぜ。うん。でって話だよね。うん、もう そんなん言うくらいやったらさ、じゃあもうね、実況頑張らずにさ、なんか年相応のなんか趣味でもやればみたいなさ、まあでも、ほら、YouTuber もさ、だんだんさ、なんて言うんだろう、その、どんどんさ、高齢化はしてるよね。お子さんの人たちもね、そういうあれだからさ。よいしょ。ドゥーン、ニューゴン。もうすぐわしはスマートに20。さらばじゃあなんか体の割に顔だけは細い気がするんだけどな。これはどこ？ああ、あんまりワープになってない場所だね。地味だ。あちょっ！ふぅ！へい、あー登ります。もう次にあのあからさまにあっち行けっていう場所がこう見えてくる。ちなみにこいつってこの状態で出てくるのか？合う。何が出てきた？びっくりした。あ、やっぱりあれなんだな。あのなんだっけ、水生生物だから普通にあの水の中でも出てこれるんだな。痛かった、びっくりした、心臓止まった。じゃあなんで俺今喋れてんだ？こっちの方はなんかあるんだったっけ？じゃあ別になくなかったっけ？ちゃ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 。いつも言っては何もなかった気がするんだよな。あ、そうだな、向こう側が見えるだけだな。さあ、バンジョにこっち向かってきてもらいましょう。おいで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 、パンダ。うまちゃんやけど。あ、はい。ちなみにあそこのなんかくる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 回ってる取り巻きの蜂はね、あのワンダーウィングで全員ぶちのめすことができるからね、ご安心ください。もったいないからやんないけどさ。よし、全部埋めて死んぜよー。パパパパパパペペペモクペペトーン、プル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 。さあ、みんなのトラウマサービスアベメラット。クリアすることは超なんかプレイヤーでないと、なんかプレイヤー、超上級プレイヤーでないと無理っていう話だからね。マジ、いやでも本当そう思うよ。まあ、あのあそっち行く前にね、ちょっといろいろとね、あの他にもシコシコとやらなきゃいけないことがあるんで、先にそっちやっていこうかなと思うけど、真剣に思うよ。あの多分ね、最終ステージよりもね、このサビサビ港の方がトラウマだし、むずいし、ラジバンダリーだから、ついてねえのかお前は。すごいですね。よいしょ、いけるね。チャ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 、リムでスマートになったならポテトやバーガーを食べ放題。すげえガバガバだな。なんかいけるかいないと思ったけど、やっぱ無理だった。なんかいけるかなと思ったらいけなかったわ。なんで、あー出た、焼きすぎたゴリラ。3回くらいいかなくて、あーじゃあ2回か、ありがとう。ブランチュールの楽しみはドラゴンの牙を集めることなのよ。嫌だわ。いや、今日結構いい趣味じゃないの。ここくらい最初に最後の彼女のボーイフレンドはおやびのグラントだったわ。アラン・グラントの親戚かな。ブランチュールは子供の時、イボイボイイノシシをペットとして飼っていたわ。そのそいつの名前はあれですか、フィンバー。相棒としてティモンがついてくる。ティモン、フンブ、ティモン、フンブ。オッケー、さあこれで一気にワープ。ゴリラが超スローモーション。さあ戻っていって、戻っていって、パンダ。あん、よいしょ、はいちょー、はい、は
765まだ無理ですね。ジャスティン今700くらいかな。あれあれあれ。でこっち。あー出た出た。ピーフ。じゃん。ピュイーン。ピョンピョンピョン。あ、骸骨。みんなのプラウマ骸骨。毎回引っかかってる。ウィーンウィーンプリリンプリリン。なんだかんだ仕込むのに10分かかってんだな。すごい生き方できると思ったけど無理だったな。あれどうやって。どっか裏から来るんだな。なるほどね。だけどここから行けんじゃない。行けるわ。行けんのかい。たまにはちょっとバンジョーにも走らせないと、あのおデブなクマちゃんって言われてるからさ。うん、よし、オッケー。でこれで登ってきて。あ、これ時間制限なのね。やばい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 。めっちゃめっちゃ来るめっちゃ来るめっちゃ来るめっちゃ痛い。そんなこともあるよね。登れる？登る必要ある？ああ、なんだ。なるほどね。あんま意味ないべ。あ、ああ分かった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 。え？おっと、あと時間制限とはなんだ？持って時間制限とは無駄やって。おい、安心してほしいだ。チューティーよ、お前が倒れりゃそうするぞ。ふいふいふい、潜ります。ってことだな、これだから潜って、よいしょよいしょよいしょ。でこっち行ってもまた多分その時間制限が続いてるはずなんで、で上登っていくと何かがあるはずだから、どこだどこだ。あった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 。これ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 。よし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 。でこっち行くと、じゃじゃうぱぱうぱぱうぱぱ。おお来た、チーズパッドティーク。いいだろう。君たちはチーズを探すのが上手だ。もう一つ魔法を教えよう。リモノのチートメン、炎の魔法を何でやる。グランチルダ、この場所を見つけられるはずがないわ。だからザクザクビーチの砂の城のパネルで。ゴールドフェザーズだ、頑張れよ。じゃあどうやってチートとグランチルダは会話してるんだ。あ、違う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 収録、あ、もう14分になる。そうかな。サビミナは次回かな。ゴールドフェザーズとかなんかなんだりいろいろやってたら、気づいたら終わってそうだもんね。病院終わってるってかな、20分経ってそう。痛い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 。飛べなかった。残念。あ、次じゃあカッチコッチの森やってっか。オープンセサミだけ。でも残ってるジグソー的にいけるはずだよね、多分ね。いけなかったら、お前。むちゃ。無駄な摂取はしないタイプなんでね。あいつからゴールドをせしめてもいいのか。あ、ゴールドじゃねえや。なんだっけ。牛しハーチミツが食べたいなー。やってもいいんだけど、よいしょ。へい。お前こんなのケツばっか向けやがって。こんなの
無駄な摂取はしねえけどな。やりたい、やりたいっす。これ毎回やるのがめんどくせえな。まとめてから来ればよかったな。ね、まあ、やっぱりちゃんとした手段で行きますって言ったからにはね、そういうの横着しちゃダメですよね、やっぱりね。シャコガイがまた飛んでます。シャッコ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 ガイガイ、シャッコ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 ガイガイ。オッケー。また自己紹介が始まった。これでオッケー。ここの水を汲み出してあげましょう。お願いします。毎回爆発させられないつもかわいそうだもん。毎回この中にいるカニもね、命取られてね、カニ味噌エキスすすられてね、ヤビーって言われてかわいそうだな。よし、行くか。 G はどこだ。あ、決してですね、0721のこと言ってるわけではなくてですね、はい、アルファベット7番目の数字を言ってるだけでございますんで、はい。 G O L EH Where's there E R 算数その力金の金の20枚で持てるようにしてやったぞ。たくさんもっとな金の羽、その分痛みも増えるだろう。どういうこと。あ、それだけ難易度が上がっていくから覚悟しろよって言ってんのかな。それは確かに事実かもしれない。次のステージ、痛みどころかもう一瞬にして命を奪う君ってたくさんあるステージ。来なかった。ドゥッ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 。できれば体力じゃないや、水中も無限になってほしいよね。これ増えなかったんだよね、残念ながらね。あります。じゃあ全部埋めましょう。チチ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 チ。一番感動的なステージですよね。春夏秋冬カッチポッチな森、非常に硬いのかなと思って、決してそんなことはなかった。ピカブだ。よし、妹ちゃん、おしゃべりしよう。フランチューダはスクール時代、腹ばたゼリーちゃんというニックネームだったの。どういうことやの、柔らかいの、なんかぽよぽよってこと。彼女が一番好きなのは腐った鳥の糞なの。の匂いなの。うげえ。そしてあのママが好きな色は肥やし色なの。肥やし色って何色？肥やし色なんだけどさ、色が行方不明なの。まあすぐわしはスマートに、そうすりゃわしはもってもて、まあモテへん人は一生モテへんけどな、俺みたいに。どんなことないって誰か言ってよ。もういいか。よし、じゃあ今日は大盤振る舞いだ。ウトです。次の収録の準備だけしてね、収録会場まで行って終わりにしたいと思います。ふぅー、ウィー、入ります。ボボ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 ボヨン、ボヨン。ちょっともう今いっぱいあるから。あー、うっしー、うっしー、うっしー、近い、この野郎、てめー倒してやる。2発でやられるなんて。ほな、あいつな秘密出してくんねえからね、全く戦っても無駄なんですよね、意味ないっていうか。よいしょっと、オッケー、戻りましょう。ダララ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 
相変わらずの引っかかり。あくびが止まらないでしゅ。行こう。よし、潜って潜って。怖いよね。なんか無駄に怖くて、砦っていうからさ、なんか戦うためのあれじゃん。ただ罠仕掛けてあるだけだもん、ね、よくよく考えたらね。よし、じゃあ、ちょうど20分過ぎたところでございますんで、キリがいいというところで一旦ここで終了とさせていただきます。次回みんなのトラウマやっていこうと思いますんで、ぜひ応援のためにもグッドボタンと登録ボタンをよろしく。では近いパートでよろしく。じゃあまたね、バイバイ、チャオ。